ついに、海上自衛隊護衛艦、いずもが動き出しているとの情報を入手しました。今回は、この南シナ海での非米華3カ国合同訓練、ノーブル・レイブン22、2の参加部隊について、詳しく見ていきましょう。北朝鮮は、2022年9月下旬から、日本海へ向け繰り返し短距離弾道弾発射及び、10月4日には、日本上空、青森県を通過して、過去最長の4600キロも飛行し、太平洋へと落下したとみられる大陸間弾道弾の発射など、各種弾道ミサイル発射実験が、過去に、例を見ない頻度で行われ、大きく報道されています。これら北朝鮮による挑発行動については、今後も注視していく必要があります。また、9月26日から27日にかけて、伊豆諸島周辺の太平洋を西に向けて航行していた、中国海軍の南アキラ級055型ミサイル駆逐艦等3隻と、ロシア海軍のフリゲート艦3隻と、駆逐艦1隻の両国の合同艦隊が、四国の南の海域で合流し、28日から29日に、鹿児島県の大隅海峡を通過して、日本の周囲を航行し、東シナ海に入り、2列になり航行する動きを見せていました。このように日本を取り巻く、北朝鮮、中国、ロシアによる、日本周辺海域での軍事活動が活発になっており、こうした軍事的な挑発行為が、頻繁に伝えられていますが、日本や同盟国であるアメリカや、アメリカの同盟国である韓国も、防御策を行っています。こうした、日米、日韓、日米韓といった関係国との関係も密にしていかなければなりません。また、日本海において、アメリカ軍の原子力航空母艦、ロナルド・レーガン率いる空母打撃群と、韓国軍によるの合同訓練が9月26日から29日に行われ、この訓練は北朝鮮に対し抑止力を見せつける狙いがあったと思われます。翌30日には日米韓の3カ国による合同軍事演習が行われ、アメリカ海軍の原子力航空母艦ロナルド・レーガンや潜水艦など5隻、それに韓国海軍の駆逐艦1隻が参加し、海中に潜って航行する潜水艦に対応する訓練などを行った。北朝鮮の潜水艦による弾道ミサイル SLBM の運用を進めつつあることに対して警鐘を鳴らしている。そうした中で、アメリカ軍、カナダ軍と日本の海上自衛隊の大規模部隊が参加して、3カ国での合同軍事演習が9月23日から10月1日までの9日間、南シナ海において、同盟国や提携国の海軍との連携を強化し、地域の平和と安定に貢献し、自由で開かれたインド太平洋の現実に向けて、連携を強化する目的で行われました。これは、今年の8月末から9月上旬に、グアム島周辺から南シナ海に至る海域において合同で実施された各種戦術訓練の第2弾と考えていいでしょう。このアメリカ、カナダ、日本の3カ国による合同軍事演習はノーブル・レイブン22の2と呼ばれています。このノーブル・レイブン22の2の参加部隊としてアメリカ海軍からはアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦の26番艦、ヒギンズと、ヘンリー、J、カイザー級給油艦の12番艦、ビッグホーンが参加しており、ヒギンズは聞き覚えがあるかもですね。最近の出来事としては、9月20日には、中国への牽制として、カナダ海軍のフリゲート艦、バンクーバーと、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の26番艦、ヒギンズが、共同で台湾海峡を通過していました。現在、神奈川県の在日米軍横須賀基地に配備されているミサイル駆逐艦ヒギンズは、
アメリカ海軍の主力水上戦闘艦アーレイバーク級の中で、比較的古いバージョンのフライト2で、その存在は広く知られています。1999年に就役。満載排水量、8776トン。全長 153.9 メートル、全幅 20.1 メートル。トマホーク巡航ミサイル等を発射できる。艦隊級給油艦、ビッグホーンは、基準排水量9500トン、満載排水量4万700トン、全長 206.3 メートル、全幅 29.7 メートルの規模であり、各種の艦艇、航空用の燃料を、およそ2万5000キロリットル搭載することができる。兵装はありません。アメリカ海軍の補給艦としては、初めて、主機関にディーゼルエンジンを採用したのも大きな特徴です。艦尾はヘリコプター甲板となっているが、格納庫は設置されていない。この艦隊給油艦は、基準排水量と満載排水量の差がとても大きいことが特徴的ですが、これは補給艦という艦種の用途による。全16隻が建造され、4番艦のアンドリュー・ J ・ヒギンズがチリに売却された以外は、アメリカ海軍で収益が継続されている。ノーブル・レイブン 22-2 には、カナダ海軍からの参加は、ハリファックス級フリゲートの9番艦、ウィニペグでした。このハリファックス級フリゲートの基本情報としては、先ほどのバンクーバーも含め、1987年に建造が始まり、1992年から1996年までに全12隻が就役し、今ではカナダ海軍唯一の水上戦闘艦となっています。最近では10月21日にバンクーバーと共に海上自衛隊呉基地に寄港した。2隻はこれまで日本の近海で自衛隊やアメリカ軍と共同訓練を行ったほか、北朝鮮の船舶が洋上で物資を積み替える、捨て取りなどの違法な海上活動の監視に当たってきた。今回は親善も兼ねて呉に24日まで寄港し、12月にはカナダに戻る予定である。ステルス性、センサーから探知されにくい技術に配慮した設計により、かなりずんぐりとした外見が特徴である。満載排水量5235トン、全長 134.7 メートル、全幅 16.4 メートル、喫水5メートル、機関部には、ディーゼル、通常航行用とガスタービン、高速航行用を切り替える CODOG 方式を採用し、最大30ノットの速力と航行距離は7100海里である。ハリファックス級フリゲートの主な兵装は、戦術曳航ソナーと哨戒ヘリコプターによる優れた対潜能力を備えるほか、アメリカのレイセオン社製の短距離の艦隊空ミサイルリム -162、ESSM が運用可能なマーク48モッド 4VLS 16セルやボフォース社製のマーク3 57mm 単装速射砲1機、艦隊艦兵装としては4連装のハープーン BLK に SSM を2機など高度な電子装備により多任務に対応できる。そもそも本級は潜水艦戦闘を重視した艦艇だが、艦隊を大型化し、対空戦闘仕様とした派生型の建造も検討されたが、実現には至らず、対潜仕様の12隻の建造に確定した。カナダ海軍においても、同時期に原子力潜水艦の導入も計画されたが、こちらも断念され、イギリス海軍の通常動力型潜水艦のアップホルダー級を、ビクトリア級として4隻運用するのみだ。そして、ノーブル・レイブン 22-2 に参加した日本の海上自衛隊の艦艇は、出雲型ヘリコプター型護衛艦 D
DDH の1番艦、出雲、と、高波型汎用護衛艦、DD の1番艦、高波と、艦首、艦名が、不明の潜水艦が、一隻となっている。今回のノーブルレイブン22-2に参加して、海上自衛隊は、出雲、高波等の艦艇の、戦術的な技量の向上と、アメリカ海軍、カナダ海軍との連携の強化、及び、協力関係の進化が図ることができたと述べている。また、このような多国間共同訓練を通じて、3カ国海軍と共に、我が国の防衛のみならず、同盟国、友好国海軍と共同して、インド太平洋地域の平和と安定に貢献し、海上秩序を維持していくとしています。ノーブルレイブン 22-2 では、同地域の緊張が高まる中で、参加したアメリカ、カナダ、日本の艦艇から想像するに、南シナ海を舞台とした対潜水艦戦闘を想定した合同軍事演習であったことが伺え、中国の領有権主張に対して多国間的なアプローチだと考えられる。日本の海上自衛隊としては、この南シナ海での合同訓練を行ったことで、アメリカ海軍やカナダ海軍の艦艇のように台湾海峡に進出し、中国を刺激するような大胆なことはできなかったとはいえ、控えめなアピールにはなったでしょう。また、今回のノーブルレイブン 22-2 に参加した、出雲、高波等の護衛艦は、令和4年度の IDP22、インド太平洋派遣という、パートナーとして編成されたものであり、2022年6月から、10月下旬までの期間で任務に参加していました。2022年度の IDP22 インド太平洋派遣は、護衛艦、出雲、高波と、その艦載機3機の第1水上部隊、村雨型汎用護衛艦、DD の4番艦、霧雨と、その艦載機1機の第2水上部隊、艦首、艦名非公表の潜水艦1隻が、艦艇の部隊となっており、海上自衛隊が派遣の中心でしたが、陸上自衛隊も派遣活動の一部に参加していました。これに加えて、航空機3機、P1 哨戒機、1機の第1航空部隊、UP3D、電子戦訓練支援機1機の第2航空部隊、水陸両用機の US-2 飛行艇1機の第3航空部隊が参加しており、自由で開かれたインド太平洋洋を掲げて、アメリカ海軍が主催する多国間共同訓練リムパック2022の多様々な共同訓練に参加した。インド太平洋を主張する IDP22 インド太平洋派遣はアメリカ、インド、オーストラリア、フィリピン、ベトナム等の国々にも寄港し、ソロモン諸島、パプアニューギニア、トンガ、パラオなどの島嶼国家の訪問を行っている。ソロモン諸島など、太平洋のこれら島嶼国家に対しても、経済力、軍事力の影響力拡大を狙っている中国を牽制した形になる。その昔、海上自衛隊には、北は、宗谷海峡から、南西の対馬海峡までを警戒、監視する役割を課せられており、旧ソ連邦の原子力潜水艦が、太平洋に進出できないように阻止することでした。さらに、中国の海洋進出による脅威が高くなっているこの頃、日本を取り巻く周辺国の軍事的な構造も大きく可能性変換しており、アメリカや同盟国、及び友好国との連携を深め、中国艦船も念頭に入れ、インド太平洋を守る防衛を強化していかなければならない。